吐き気がするほどロマンチックだね。そうですよ。カズハちゃん、どうしてあんなに怒ったんだろうね。あ、もしかして京介のこと好きだったのかな。長かったわね。なのかな。外に出た方がいいかな。また誰かに見られたら嫌だし。ちょっと来て。お兄ちゃん、そんなに怒られた？私は短くて済んだ。これも普段の行いかな。先生、そんなに気にしてなかった風でしょ？そっとしておいた方がいいんじゃないかな。あの程度だったらどうせすぐに忘れ去られるだろうし。取り方は人によって違うんでしょうけど、あるいは本当にお兄ちゃんのことが好きなのかもよ。さあ、また勘ぐられないうちに戻りましょうか。結局何事もなかったね。島竹くんがいればチクチクやられるネタになったかもしれないけど。副作用？嘘、マジで？島竹くんが？副作用って何？どうなるの？昏睡状態みたいな感じ？怖いの。危ないね。あ、そういえば京介くんも使ってるんだよね、マージ。
あんまり昔ばっかり振り返ってもらいたくないんだけどな、私としては。それがいいってね、サンデ。ねえねえ、カズハちゃんのこと気にならない？様子見に行こうよ。早い方がいいんじゃないかな。じゃあ、私が呼んできてあげようか。わかった。じゃあ、昇降口のところで待ってて。ヒロッチ、外に出ようって言うからおかしいなとは思ったけど、だって心配だったんだよ。何が？そんなに怒ってるんだもん、心配にもなるさ。ね、京介くん。それはいいの。私、ああいうの嫌だから。兄弟でああいうこと汚い。だとしても、あんな冗談が出てくるってだけで私には我慢ならないの。ごめん、私しばらくの間二人には会いたくない。朝も昼も聞きにも来ないようにしてね。あんなに反応するってことは、和葉ちゃんには個人的な何かがあるってことかな、きっと。起立。カズハちゃん、本当に来ないかな。うん、寂しいね。私にとってはせっかく再会できた友達だから仲良くしたいんだけど。そうなんだ。
やっぱりね。教室でもずっと避けられているように思ったから。ただジュースを飲んでいただけの写真なんですよね。よくわからないですけど、そんなに怒るようなことなんでしょうか。そうですか。早く元通りになれるといいですよね。でもあんな写真貼ったの誰なんだろうね。そのこともう言った？大丈夫？とりあえずもう気は済んだと思いますよ。知ってる人？それなりに。うん、二人がそう言うならそれでいいのかもしれないけど。起立！礼！図書委員行く？じゃ、行こう。お疲れ様。ういっす。今日は図書委員？じゃあ下まで一緒に行こうか。京介、元気出してね。昼の時も思ったし、今もそうだけど、気落ちしちゃってるみたいだから。それはね、長い付き合いだし、和葉ちゃんだって昔からの友達なんだし、きっとすぐに仲直りできるよ。私はここで。バイバイ。やっぱ通りちゃんは京介くんの姉さん女房になれそうだね。圧縮ファイルの展開ですよ。京介くん、パソコンとかやってないの？ちゃんに慰めてもらって京介くんほっとしたんじゃない？お疲れ。お疲れ様です。
とりあえずお掃除でもする？ちょっとぼーっとしちゃっただけです。はい、お疲れ。お疲れ様です。それじゃ。あのさ、京介くん、これ真面目な話なんだけど、あの写真はともかくとして、エマちゃんと普通じゃない関係でしょ。心配しないで、私は和葉ちゃんみたいに嫌ったりはしないから。本当言うと、二人がどこまで進んでいるのかは知らないけどね。私が知ってるのは、エマちゃんの気持ちだけで。やきもち焼いちゃう。だって私、京介くんのこと好きだもん。だから、もしかして二人がキスとかしているのかもしれないと思うと嫌になる。どうなの？してるの？キス。